ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ S5 スポーツバック2019年式9900キロこちらの車両になります。はい、やってまいりました。はい、今回いじり物ということで。そうですね、はい、これ当社の方でカスタマイズさせていただいたんではなくて、はい、まあ、よその店舗でカスタマイズしたものを、まあ、当社で買い取りさせていただいて。そうですね、そういう形です。パッと見た感じめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。はい、さらっとで、しかもカスタム内容を見たらかなりお金がかかってるということで、うん、今回そのカスタマイズの部分も改造車ジャーナリストをそうですね、はい、その辺もご紹介させていただきたいと思います。でまず S5 のところから触れていきたいんですけど、うん、あのこれ昨日僕資料見てて、はい、改めてあそうなんだと思ったんですけど、この5ドアセダンというか、うん、このスポーツバックのこの形ってドイツ御三家でいうとアウディが一番最初なんです、うん、これ先代の A5 のスポーツバックが一番最初ということで、それが2009年に一番最初に出た。でその後結構いろいろ出てきてるんで、 MGGT も言ったらそういう形じゃないですか。そうですね、はい、だからどれが一番最初か分かってなかったんですけど、うん、改めて振り返るとアウディが元祖なんです、うん、でこれって月村さんどう思いますか。出たての頃どう思いました。いや、そこつくかみたいな、あの昔で言うと国産で言うとなんかカリーナ ED で出てきた時みたいな、はい、あそこニッチなとこ出してきたなっていう印象はありますよね。僕も全く同意見で、はい、結構出た時にびっくりしたんですよ、ね、うん、でこれで来るのっていうぐらい、うん、あのクーペ SUV が出た時ぐらいの衝撃を、はい、そうですね、うん、でいまいちなんかこうリアってこうセダンともこう、うん、ワゴンともつかないこう絶妙な形じゃないですか、うん、どうなんだろうなと思ってたんですけど、初めてご紹介させていただいたのがアリーナというのが確か A7 なんですよ。でその時にめちゃくちゃ使い勝手いいのと、うん、なんか意外にこうな見慣れてくるとめちゃくちゃかっこいいなっていう、そこに来てこういじるものなんで、今回だいぶテンション高めて、そうですね、はい、尊敬したいと思います。でまず外装なんですけども、うん、結構いろいろやってありますね。そうですね、はい、グリルがまずおなじみのシングルフレームグリルから、うん、RS タイプになってる、ね、そうですね、はい、車外のグリルもう真っ黒黒っすね、うん、でエンブレムなんかもしっかり黒くなってたりとか、あとこの辺ってもともとシルバーかなんですよね、確か。そうですね、でうちで仕入れた時に、まあ、グロスでちょっと仕様変更させていただいて、そうですね、はい、まあ、塗り直しているということで、前回りが非常にこのグロスのブラックでまとまってるんで、まあ、高級感もあってまとまりもあるかな、うん、で今回はリップスポイラーも取り付けられてるということで、はい、これがリーガーチューニング。リーガーチューニングこれ老舗ですね。久しぶりに聞いた響きですよね、はい、一世を風靡するとって言い方するとなんか今流行ってないかよって言われちゃうかもしれないですけど、はい、うん、昔それこそすごい支持率でしたよね、うん、で今でもあるこのリーガー、はい、ドイツでしたよね。そうですね、はい、こちらのリップがついてる。ただ僕ちゃんと改造車ジャーナリストを自称してるんで正直に言います、うんうん、これリーガーのリップって表だけなんですよ、見るとこだけなんです、うん、裏側って作ってない、はいはい、こうなってるリップなんで、うん、まあ、基本的にはドレスアップのリップなんか。そうですね、うん、ただ結構A4、A5 って割とこう前がこう上がってるというか、ちょっと高いイメージ、はい、だから1本このリップ引いてあげるだけで随分こう低くも見えるし、フロント周りが割と静観になるなっていう、こんな感じの前回りになっております。だと S5 っていうと、まあ、A5 のまあ 最上位じゃないですね、うん、通常ラインナップの一番上の、はい、で RS ってもちろんありますけど、はい、RS ってもう別格っていう、うん、アウディの中でも扱いなんですよ、うん、でそれ昨日見せて気づいたのはカタログが RS だけ別なんですよ。そうですね、はい、で S5 って A5 のカタログの端っこというか、うん、一番最後に載ってる、だからもう別の区切りになってるんで、まあ、通常ラインナップの一番上って捉えていただいてもいいのかなと思います。というわけで装備も基本的には全部ほぼ標準なんですよ。そうですね、はい、でヘッドライトの LED ヘッドライトなんかも全部取れてる、うん、だからこれベースのあの2リッターの FF のやつ買うと、あのヘッドライトも通常 HID がスタート地点ということで、うん、LED がオプションになるんですよ、うん、だその辺の装備の良さでもやっぱり S5 ってかなりいいかなと思います。これアウディのその S っていう、 こうカテゴリーがこう独特っていうか、こう絶妙にいいところついてるなと思って、他の AMG とか、まあ、M とかと違ってこの S っていう、まあ、RS のこういいポジションにこう S が入ってるんで、はい、まあ攻めるにはいいですよね。あの僕的にはやっぱり最上位モデルでもいいんですけど、うん、最上位モデルってとんぐりすぎてるじゃないですか、うんうんうん、街乗りとかトータルバランスでいくとやっぱり1個下の、そうですね、まあ、S とか、はい、AMG で言ったら43シリーズとか、うん、BM で言ったら M340 とか、うん、あの辺ってめちゃくちゃ乗るといいですよね、うん、
なんでこんな車になっております、はい、そして横に回っていくと今回いじり物ということで足元が高額な、はい、車外品がたくさんついておりますけど、まずホイールの方が HRE の鍛造ワンピース、はい、これブロンズは割とこう少数派じゃないですか。そうですね、前のオーナーの方はこういいチョイスされたのかなと思いますけどね。個性的でもあるんですけどあんまり外しすぎてない、はいはい、でこれ仕上げはこのサテンっていうかこう、うん、ザラザラのやつなんですね、うん、艶のない、艶の引けた、そしてこれ目も多少出てるんですかね、うん、ブラッシュですよね。だからブラッシュドにこのサテンのフィニッシュ、 HRE たくさんこうフィニッシュがあるんで、うん、適当なこと言うとあのフィニッシュが間違った可能性があるんであの現状だけお伝えしますけども、はい、こんな感じのサテンのフィニッシュになって、でサイズの方が1インチアップされてて20インチ、標準19インチですよね、うん、そうですね、はい、255、参考19ってことなんですけど、こちら1インチアップされて265の3020にミシュランのタイヤでインチアップされております。もうなんかタイヤの引っ張り具合も出面もいい感じですね、うんうん、でこれも買ったらかなりしますからね。そうですね、はい、この辺かなりお得なポイントじゃないか、うん、でも最悪いやこれいいんだけど色がなとかって言うんであれば塗り替えるってこともできるじゃないですか。できなくはないですけど、いやこれかっこよくないですか。これかっこいいと思うんですけど、はい、僕的にはだいぶかっこいいと思うんですけど、うん、まあ、もし好み合わない方がいたらここから手を加えてもそうですねいいんじゃないかなっていう感じがします、はい、そして HRE ってやっぱりアメリカでも多分一番歴史の古いアメリカ鍛造ホイールメーカーだと思うんですよ。だからこれ多分あと5年経っても10年経っても絶対おかっこいいねってなると思うんですよね、うん、そうですね、なんかめちゃくちゃ懐かしいの履いてるねっていうよりかは、うん、あ HRE 履いてんだって多分、うん、そんな感じのポジションのホイールになっております。そしてブレーキの方も、この赤くなるのオプションですよね。そうです、こちらのブレーキが入っております、はい、で、通常ラインナップ最大限のブレーキローターになっていると。そして今回足回りの方も、カーベイのバージョン3が入っているということで、はい、カーベイグループといえば最近もうどんどんでっかくなって、うん、最近セマショーも行かせていただいたんですけども、うん、セマショーでもでっかいブースでかい、でいろんなところをこう買収してどんどん大きくなって、うん、純正にも供給してるぐらいなので、うん、BM のオプションにも供給してるんですよね。そうですね、はい、なんでその辺の信頼性抜群かなと。でバージョン3だと伸び縮み個別に調整できるんで、うん、この後乗り味に関しては乗ってみたいと思います、うん、で車高もちょうどいい感じです、うん、あのこれでちょうどいいっていうとセッションからだいぶずれてるんでそうですよね、はいはい、私たち完全に麻痺してますからね、はい、ボンド的観点でいくと、はい、まあ、ちょうどいいかなっていう感じですね。もうちょい下げれるだろうぐらいに私は思っちゃうんですけど、ね、そうですね、下げてもいいかなですね、はい、まあ、この辺調整できますからね、はい、多分純正と同等まではいけないにしても、うん、まあ、少しローダウンぐらいまでは多分上げられると思うんで、うん、この辺はもしご希望であればこの車の際に出ていただければ調整もできるかと思います、はい、そして各部いろいろ黒くなっててこの辺ももともと黒じゃないですよね。そうですね、はい、この辺もうちであとはサイドスカートの先端なんかも、はい、で基本的には外装が専用の前後バンパーサイドスカートなんかついてますので非常にスタイリッシュな外観になっております。そしてあとはカーボンのミラー、これ多分社外品ですよね。じゃないですかね、おそらく、はい、あの正直に言いますよ、ちょっと残念クオリティですね、はい、でこれあの多分割と安価なカーボンミラーじゃないかな、うん、結構こう表面がボコボコしてたりとかして、だこれはもうちょっとグレードのいいものに交換するか、うん、もしくは純正のカバー取って、まあ、塗ったりしてもいいのかなっていう気はしました、ね、はい、そして窓枠なんかも今回ラッピングされて黒くなってるし、はい、でこれも正直言っていいですか、貼り直したいです。そうですね、もう一息ですね。そうですね、はい、むちゃくちゃ綺麗に貼られてるかっていうとまあ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 っていう感じ、うん、でフィルムも多分そんなにこう何て言うんですか、今フィルムのツヤもすごいじゃないですか、うんうん、塗装ともう遜色ないみたいなフィルムもあると思うので、まあ、フィルムその辺変えていただいたりするとなおいいかなと、うん、ちょっと今回辛口で言ってます。いや、そうですね、行きましょう行きましょう、はい、正直レビューでお伝えしたいと思います、うん、あとはこの独特な窓の長さじゃないですか、うん、めっちゃ長いですよね、リアのだここまでありましたね、リアのとこまでもあとですからね、これは独特なスタイリング、うん、まあ、走行シーンなんかも撮りたいと思います。そしてリアホイールも、アウディですから当然4本通しのサイズになっております。でフロント同様265/3020で合ってますよね、はい、4本通しで入っております。そして、リアのローターが S5 はベンチレーションになるんですよね、はい、ということでローターの厚みもアップして、うん、ちゃんと放熱性も高いローターになっているということで、当然リアのキャリパーに関しても赤くなっている。リアのデザインもちょうどいいですね。ちょうどいいんじゃないですかね、はい、単語です、うん、そして後ろに回っていくとリアもいろいろ専用パーツがついてるってことで、まあ、マフラーが4本出しになってたりとか、あとさっき教えてもらったんですけど、なんかこのリアのディフューザーというかここの部分だけ
前期型がついてる、はい、前期後継形違うんですよ。若干は違うみたいなんですよね。前のオーナーの方は、まあ、そっちが好きだということで交換されて、移植されてる。ただまあちょっと応急な形でついてるので、はい、ご納車の際にはしっかり取り付けるか、まあ、あのこの年式のものに戻すかという形でお話しさせていただければなというところですね、ここは。そしてあとはリアのテールランプも S5 になると、コンビネーションライトが標準装備になるということで、はい、少しいいデータ、うん、であとトランクスポイラーもしっかりついているとこんな感じのリア周りになっております。続いて内装を見てみたいと思います。このアウディの何回も言って恐縮なんですけど、うん、ドアの締まりが好きなんですよ、うん、独特ですよね。アウディ軽いんですけどしっかりします、はい。そして内装の方が、専用装備モリザックさんということでレザーのパッケージ入ってるんで S スポーツシートファインナッパレザー、これかっこいいっすよね、うん、背中に S のエンボスも入っててダイヤモンドステッチになってる、非常に高級感もある。ラグジュアリー要素もだいぶありますよね。そうですね。でちゃんとホールドもちゃんとしてるので、はい、スポーツもとしてのシートでも優秀だと思います。このレザーのパッケージにアーティフィシャルインテリアレザーも含まれてますのでアームレストだったりセンターコンソールもしっかりレザーになっていると。あと当然シートの方はナンバーサポート、これマッサージ付きなんですよ、ね、うん、標準装備になっております。であとアンビエントがセットになっていると。あとオプションがいろいろリスト見たんですけど結構入ってますね、この部分、はい、まずバングしっかり入ってございます。そしてあとサンルーフだったりだとか、あとパッケージですけどパークアシストサーランドビューなんかもしっかり入ってて、あとこの後紹介しますけどリアのシートヒーターなんかもオプションのものがしっかり入ってる。だから入ってないのってヘッドアップディスプレイとあとスポーツデフぐらいなもの、はい、だいたいもうフル装備って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、欲しい装備はほぼほぼついてるんですね。ただ最近ヘッドアップディスプレイついてますかついてませんかっていう問い合わせが、まあ、どの車に関しても多くて、まあ、需要がある装備なのかなっていう、そうなんですね、うん、印象はありますけどね。私個人的にはちょっと邪魔くさいんですけど確かにまあまあ、視点の移動少なく、うん、まあ、情報量が多くなるので、まあ、その辺でもしかしたら市場ではついてないのかっていう、特に個人的にいつもシート一番下で乗るタイプなので、はい、そうするとヘッドアップディスプレイの位置を目いっぱい上げても、はい、ステアリングが邪魔してたりとかコンソールが邪魔してたりとかでまともに見えたことがないので個人的にはいらないんですけど、というわけで、はい、残念なのか残念じゃないのか分からないですけど、はい、まあ、ついてない、これはついてないと、はい、ことですね、はい、続いて乗ってみたいと思います。この光るスカフプレートも専用のもの、そして高いマットもついております、はい、これ買うと結構しますからね。そしてここが使用感あるかないかって、うん、こう中古車選びに結構重要じゃないですか。今回の場合はもうケバケバのホワイト使用感ない感じになってます。シートも全然使用感ないですね。そうですね、はい、わずかにちょっとこう座った跡があるかなっていう感じ、うん、そしてあの毎回思うんですけど結構低くないですか天井、うん、少しかがみながら入る感じ。ただ個人的に最初に座った時にあの電動シートもうちょっと下げようとしちゃったんですよね、これ。あ、ただそこ多分今一番低い目いっぱいです、はい、月村さんも乗ってみますか。私もちょっと低い方が好きなんですよね。そしてシートの方は先ほど触れましたけど通常いつも通りの調整プラスランバーサポートとあとマッサージがついてる。この車格でマッサージってすごくないですか、うん、まあ、非常に。そして座り心地だいぶいいです、はい、そしてタイトすぎない、うん、あのサイドサポートも低いじゃないですか。だからあのもう全然コンフォートなシートとか言わないですけど、うん、そんなにスポーツすぎないですよね。そうですね、割とこんな感じのシートになってます。でやっぱりこのステッチ効いてますもん、うん、あとこのスベスベのレーザー、そしてステアリングはこんな感じでおなじみのちょっと細身のステアリング、ちょっとこのとんがってるの僕好きなんですよ、うん、ワーゲンアウディ独特の。そして D シェイプになっております。あとマルチファンクションとあとは ACC、はいはい、そしてパドルもついております。そして S5 なんでバーチャルコックピットももちろん標準装備でございます、うん、そしてこれダッシュは普通のビニールですよね。そうですね、はい、でおなじみのナビ周りと、はい、これアウディのナビって評判悪いんですか、まあ、どうなんだろう、評判いいんですか。いろいろ昨日資料見てたら、うん、あの使いづらいってレビューがいろいろあったんで、まあ、どうなのかなっていう。御三家の中では一番ちょっと使い勝手が良くないかもしれないな、うん、まあ、慣れは結構大きいと思うんですよね、こういうのってね、はい、で僕自分結構スマートフォンにもうほぼ依存してるんで、はいはい、純正ってほぼ触らないんですよ、うん、設定の時ぐらい。なんでこの辺はちょっと賛否あるかもしれないですけど、おなじみのこんな感じのナビになっております。そしてエアコン関係もこんな感じで、はい、当然のこれ3ゾーンですよね。3ゾーンです、はい、なっております。でシートヒーターも
ついております。あれベンチレーションってない？ベンチはこれはなしです、ね、あベンチないんですね、はいはい、シートヒーターがついております。そしてあとはこの辺がドライブセレクト、はい、この辺もおなじみですよね、うん、はい、こんな感じになっております。そしてあとは小ぶりなドリンクホルダーとあとシガ、そしてこの辺がナビ周りとあとシフト、シフトもこれ好きなんですよね、うん、なんか飛行機のちょっと操縦桿っぽいでしっかりここもレーザー、ね、でグローブボックスの中はこの感じでちょっと狭いですよね毎回これ、うん、そしてこの年式まだついてるんですね、スロットルが。そう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 、はい、で最近の軒並みなくなってますよね、うん、はい、こんな感じになっております。そしてこの辺もしっかり全部カーボンになってて、はい、アームレストの中はこんな感じで浅めですけど、で USB がリケートと AUX がついております。で当然これも出せると、はい、これ出せるのはいいんですけど毎回この隙間が気になるんです。うん、はい、もう2センチいってくれよって思うんですけど、はい、こんな感じ。そしてペダル関係はもうこれ超優秀です。ちょっとかかとの方スペースがっていう感じしなくもないですけど非常に優秀な、はい、ペダルレイアウトも非常に自然です。高さ的にもバッチリじゃないでしょうか。そして天井関係、これ黒くなるのが、S パイプからですよね、はい、あとオプションですよね、はい、しっかりファブリックの天井になっています。でバイザーはこのビニールのタイプ、はい、そしてこの辺もおなじみですよね。で今回の車はドライブレコーダーもしっかりついております。そしてサンルーフがこんな感じで割と大きめの、これ前だけなんですね。前だけですね、はいはい、後ろのこの距離結構ありますけど前だけのこちらのタイプになっております。じゃあ続いて後ろの席も乗ってみたいと思います。さっき下見で乗って、うん、自分が大きくなったかと思っちゃいましたこれ結構ルーフ傾斜してるんで結構かがまないとっすよね、うん、こんな感じです。首も曲げてようやく入れる感じ。以前乗った時は意外に大丈夫っすねなんてコメントした記憶があるんですけど、今乗ると背筋ピンってするともう天井まで指がこう横向きでギリギリ入るぐらいです。大きくなってる気がします自分がそしてシートの方はクッション性だいぶあります。お尻も沈み込むし背中も結構沈み込みます。ただ全体的には割と硬い印象しっかりしてます。で装備に関してはイヤーのエアコン吹き出しと温度調整、あとはシートヒーターがついておりますそれぞれ。そしてあとアームレストに関してはこんな感じでおなじみのやつですね。ドリンクホルダーとこの何を入れるのか分かんない薄い小物入れがついております。いやめちゃくちゃ快適とは言わないですけど、まあ、大人僕だいぶ体格いいんでまあなんとか乗れるかなと。で前に関してもシートをもうちょっと前に出さないとなのと、まあ、あとは下つま先は入るんでまあまあまあ多少長時間でもいけるかなっていう感じはしますけど、めちゃくちゃ快適とは、まあ、正直言えないかな。こんな感じになってきます。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランク足で開けるやつは足で開きますね。あ、ついてるんですよ。そしてパワーテールゲートですよ、うん、これ良くないですか。そしてこの開口部とでかい容量なんと480リッタートランクということで、はい、これだからこれを、考えた人って天才だなと思うんですよ、うん、で何を隠そう僕は実はトヨタの並行車で実はこういうタイプのクーペですけど、はい、リアがこうガバッと開くタイプの車を一時乗せたんですよ、うん、めちゃくちゃ便利なんですよ、ね、もうとにかく大きいものでも入れられるし僕ちなみに自転車積んでたぐらいなんで、うん、そのぐらいこう圧倒的なこの普通のトランクの車よりかもまあ容量があるなんでいろいろ使っていただけるんじゃないかなと思います。そして当然この辺も取り外しできますしシートを倒せばもっと容量が稼げるということ で、さらにこの下にも少しスペースがあってこんな感じでバッテリーが収納されて少しスペースあるんで、まあ、基本的にはこの小物入れみたいにはなってないんで、うん、まあ、なかなかこう硬いもの入れたりとか難しいですけどちょっとしたものだったらここにもしまっておけるかなと、こんな感じになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 2994cc V6 ツインターボ、馬力の方が354馬力、トルクの方が500ニュートンということで、これもうなんか最近本当にいろんな車紹介させていただいてるんでまあまあまあだなと思ったら、うん、冷静に考えたら0104.7秒なんで、はい、かなり速いということ で、うん、でしかも当然これクワトロ、フルタイムの4駆と組み合わせてますんで、まあ、その辺のトラクション性能なんかにもかなり優れた仕組みになっております。で組み合わせるミッションの方が発足ティプトロニックということで、これベース比で言ったらだからとんでもないんですよね、うん、そうですね、はい、普通の FFA4 で比べたら、うん、もう FFA4 なら当然 FF だし、うん、あっち7速だし、うん、でしかも馬力も190馬力なんですよ、はい、だからおおよそ倍で作るっていう、うん、なかなかこう狂った車ですよね、うん、ベースモデルでもだって正直十分じゃないですか。そうですね、はい、僕も乗ったことありますけど、うん、全然なんかこう非力だなって普通に乗る分には全然普通の A4 ですから、
うん、それが A4、A5 ですらもう全然十分なのに倍出てるっていう、はい、だこれこの後乗ってみたいと思います。続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、はい、あのこれ正式名称なんて言うんですか、んこの5ドアのスポーツバッグって言ったり、いや途中で5ドアセダンって言ってみたものの、うん、窓枠ないじゃないですか、うん、でこれ窓を開けるとこう、あクーペなんだなっていう感じじゃないですか、うん、というわけでこの正式名称は何だか分かんないですけど、スポーツバッグアウディ的に言えばスポーツバッグでいいんじゃないですか。これめちゃくちゃ便利ですよね、本当に。シートもうちょっと低い方がいい気がする。そうなんですね。多分シートがあの高いんじゃなくて天井が多分低いんですよね、これ。うん、だフロントでギリでも後ろに関しては首こうやらないと乗り込めないんで。でも名前レビューした時そんなこと言ってない気がするんですよね、僕。うんうん、じゃあ大きくなったんだな。大きくなったのかもしれないです。うん、で乗り味の方は今出たばっかりですけど、あまあまあまあちょっとでも固めのセッティングになってますかね、うん、で S5 だと電子制御の足回りが標準装備ということで、うん、多分それ外してですよね、うん、だモードに関係なくこの乗り味固定になっていると。これ純正パーツはちなみにございません。あないんですね、はい、なるほど。じゃあこのバージョン3でセッティングを決めてもらえば乗り心地めちゃくちゃ良くもスポーティーにもできるから。そうですね、はい、あ結構硬いですね、うん、ただ全然 RS ほどではないんで、うん、ガチガチって感じじゃないよね、はい、RS めちゃくちゃ硬いじゃないですか、うん、僕全然乗れますけど、それからするとだいぶ懐が深い感じがします。そして街乗りのごくごく低速でも、うん、まあ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 、うんうん、家族からも不満は特に出るぐらいじゃないんじゃないかと思います。結構改めて乗ると A ピラー寝てんの結構あれっすね、うん、感じますね、うん、あもう全然圧倒的なトルクです、はい、どうすか。いや良すぎて、うん、コメントに困る感じ本当にすごい車ってなんかいい車って、うん、コメント困りません、うん、そうね、なんかとんがってる方がコメントしやすいですよね、うん、リアクション。いやもうめちゃ優秀なんですよ、うん、ステアリングは、まあ、適度に軽くで少しこう切り回していくとこう操作感がある感じ、まあ、四駆なのもあるかもしれないですけど割とこう操作感いいです。そしてブレーキ結構効きます、うん、ただ唐突な効きじゃないんで非常に乗りやすいです。ただ加減速に関しては少しこうなんだろう、めちゃくちゃコンフォートかっていうとやっぱりこうスポーティーな乗り味になってるかなっていう、うん、はい、このトルクの出方もそうだしこのエンブレの感じもコンフォートっていうよりもうはっきりとこうスポーティーな味付けですよねって感じがします、はいはい、でちなみに今モードはコンフォートです、うん、乗りやすいですよ、だからこれ、うん、でやっぱりあとフロントガラス傾斜してるんで本当にクーペみたいな視界のこう上下の狭さ少しだけ感じます、うん、あー全然いいっす。そしてダイナミックにしていいですか、早速。はい、あもうダイナミックにするともう全然超スポーティーです、うん、はい、
アクセルのレスポンスもそうだし、ステアリングも若干重くなるのかな。重くなりますね、はい、全然飛ばしても余裕なんだろうなって感じします。でこの辺の本当に43とか M340 とか、うん、あの辺のトップレンジの1個下ってもう本当に優秀ですよね、うん、そうね本当に。どうしても、まあ、日本だとっていうのか、どうせ買うなら、うん、M だの RS だの63だのって なる人がねやっぱり多いんだろうけど、あえてここら辺狙ってくるっていうのはこうちょっと上品な感じがして。そして月村さん知ってます、うん、あのこれ本国に行くとディーゼルになるんですよ、S モデルって。だ結構貴重なんですよね。ディーゼルかあれ、S7 だっけ、もうディーゼルなんですよ、本国行くと。だ結構あのでも需要めちゃくちゃあるみたいな、まあヨーロッパ昔からやっぱりディーゼルって乗用車のディーゼルって多いもんね。あとその絶妙なグレード、うん、はい、通常ラインナップの一番上っていう感じのがすごく支持が高いって、うん、RS もいいんですけどね、うん、ただやっぱり例えば奥様も乗られるとか人も乗せるとかってなってくると、そうね、使いやすいのはこっちの方かな、うん、てかこれごくごく低速でもバブリングします。そうだねびっくりしましたよ。わかりません、工事でもしてんか、はい、じゃあそんな時はマッサージ使っておきます。マッサージですよ、はい、ちょっとストレッチしておきます、はい、全開にしておきます、はい、あ結構改めて使うと結構な動きっすね。マッサージめっちゃ背中押されてますよ今でここの車格っていうかこのセグメントの車でマッサージもついててっていうのは、そうですね、まあそらこの値段しますよねって感じですよね、うん、そしてステアリングのレスポンスも非常にいいです。参ります。速い、いいですね、はい、めっちゃいいです。なんかもう本当にだから驚くような、なんていうんですか、わーわーわーっていう加速じゃないですけど、うん、もう十分すぎる、うん、これだから普段使いできたらめっちゃ幸せですよ。いいよね。そしてこの乗り味に関しては1日アップしてるのちょっと影響してるかもしれないです、うん、細かい段差結構拾いますね。あとロードノイズが結構やっぱり大きい、うん、あー背中が、はい、乗りやすい、いいな。どこでも乗ってくるんじゃない。そうだね、はい、フォーマルのところから、うん、はい、集いなところまで、うん、はい、見た目もおしゃれだしね。そうですね、うん、いやアウディデザインすげえ優れてると思うんですよ、うん、プレスラインだってこのしっかりしたプレスラインこんなに入れてんのになんかわざとらしくないじゃないですか、うん、でちゃんと全部デザインでつながってんすよね、うん、前から後ろまで。だ突然現れるそのプレスラインないし、うん、ちゃんと全部なんかの延長線上でこう組み立ててられて。そうですね、最近のちょっとうるさいもんね、うん、デザインがこうプレスラインがね。そうですね、そうですね、うん、最初にあの CLS 出てきた時なんて綺麗な車なんだろうと思ったもんな。スーッて一本でこうデザインで一筆書きみたいな。モデルチェンジしてからえってなって正直レビューですね。もう、まあ、売り上げにもねそれは出てたけどね。へー。でもアウディのこのもう今となってはコンサバティブなこの内装、はい、最近のメルセデスとかも相当進めちゃってるんで。攻めてますよね。攻めてる。いい悪いは別として、アウディの次の方向性がめっちゃ気になるんですよ。うん、そうね、次どうなるのって、うんうん、まあ、イートロンで結構具現化してきてるんだよ。あろうこのバーチャルコックピット出てきた時はね、はい、驚いたけど。そうですね、だいぶ革新的でしたよね、うん、今や当たり前のように、うん、だって今もうメーターじゃないじゃないですか、ディスプレイじゃないですか、うんうん、もう真四角のこのメーターフードすらないんですよ。そうね、メーターフードないのって
ちょっとこうなんていうかな、スムーズに受け入れられないんですけど、うんうん、目安で言ったらもう全然あれですけど、うん、らしさで言ったらやっぱりメータフードじゃないですか、うん、けどあと5年か10年したら昭和って言われちゃうんですよ多分。そうだ ね、 なっちゃうね、昭和のおじさんが何か言ってるって言われちゃうんですよ、うん、だから本当にあの1990年代とかのなんかこうちょっと飛行機のコックピットっぽいデザインとかってちょっとワクワクしますもん、うん、ちょっとメカメカしててね、そう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 、うん、なんだっけな、つい先日あのクラシックカーの集いがなんかテレビで、都内であって、うん、それテレビでなんかレポートしてたんですけど、はいはい、めちゃくちゃ古いなんかトヨタの S800 だっけな、なんか忘れちゃいましたけど、うん、もうメーターがこう真っ平らで、うん、そこにこうこういうケーキがついてるやつなんですよ、うんうんうん、でなんかそれ飛行機のデザインから取り入れてるんですみたいな話をオーナーさんがされてて、うわめちゃくちゃかっこいいなと思って、うん、でそれの延長線上な感じではまだあるじゃないですか、うん、メーターフードついてればまだ、うん、そうだね、でもディスプレイまでになっちゃうともう次の時代なんだなって、うんまあ、それもそれで全然いいんですけど、いやいい車だ、何の不満もないです、何の不満もないね、何の不満もないです、まあ後席ぐらいね、はい、そうですね、後ろの席ぐらいじゃないですか、うん、後ろ天井低くない？まあ、そうっすね。うちのカメラマンより身長高いと多分、うん、僕ギリギリだったっすもん、うん、だから指こう本当に横に入るぐらいなんで、あと乗り込むのに結構こうしないといけない、だそれ以外はだってもう走ってよし荷物積んでよし、うん、人乗せてよしじゃないですか、で装備もだって不満一切ないですよ、リアのシートヒーターまでついて、うん、まあ後ろの席の頭上が欲しければ S4 とかっていう選択肢になってっちゃうしね、そうですね、まあ、どっち取るかだよね、まあ、絶妙だと思うけどなこのデザインで、まあ、これだけちゃんと居住空間取れてるんだったら、そしてあとは何といってもこのエンジンですよ、うんはい、もう真っ先に電動化に進んでってるアウディが、うんはい、残してる Vlog ですよ、うんうん、3リッターですよ、純ガソリン最高です、最高ですね、はい、ありがとうございます、そこはなくしてほしくないなぼやいちゃってるじゃないですかありがとうございます、じゃあ最後になりますけど、はい、めちゃくちゃかっこよかったですね、いいですね、あのデザインと実用のこう融合っていうか本当に絶妙なパッケージングな車だと思いますけどね、そしてこの走ってる姿って、はい、ローダウン車外ホイール、まあ、僕らはちょっともう目がバグってるかもしれないけどめちゃくちゃかっこいいなと思って、うん、そしてもしこれここからご希望ありましたら、はい、あのニュアンス変えたりとかっていうカスタマイズ、はい、もう一手間いけますのでね、はい、お気軽にご相談ください、はい、というわけで今回はアウディ S5 スポーツバッグをご紹介させていただきました、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。